どうもこんにちは、カノカズマです。本日はこの男に NG はあるのか、迷惑系 YouTuber より過激サシャバロン公演最新作続ボラッド栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画。さあ、まさかのボラッドの続編です。14年ぶりの続編だそうで、いやーこれも本当期待したい。どんな作品なのか、それでは感想言ってみましょう。このボラッド、まずどういう作品かというと、主演の、サシャ・バロン・コーエンという男、彼はね、ケンブリッジ大学をね、卒業してるぐらいの、まあ、とんでもない頭のいい、イギリス出身の俳優さんですけども、彼は昔、アリー・ジーという、ブラックカルチャーに被れた白人ラッパーという、コントキャラクターでブレイクした人なんですよ。映画化にもね、なってね、これ本当にしょうもない映画なんですけども。で、他にそのボラットっていうコントキャラクターも演じてて、そのボラットを映画化したのが、2006年に公開されたボラッド栄光のある国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習という作品なんですよ。で、このボラッドは何が魅力かっていうと、このボラッド自体は、カザフスタンのテレビレポーターというコントキャラクターなんだけど、彼がそのアメリカのいろんな団体、フェミニスト団体とか保守派とか宗教団体、政治とかね、まあ、いろんな団体のところに突撃して、それで彼らが嫌がることをして、その差別意識とかをこう浮かび上がらせてくるような、ちょっとこう風刺的な、そういうところがねすごかったんですよ。まあこう言うとね、なんかとても聞こえはいいですけども、まあ単純にただの迷惑野郎ですよ本当に嫌なことしかしてこないってね。僕はもう前作のボラッドでね、一番好きだったのは、同僚とホテルで喧嘩して、その全裸の状態でね、喧嘩してたから、それでこう全裸のままホテルをね、いろんなところ行ったり来たりして、で、最終的にはとある団体が、なんかその会合みたいのしてて、で、そこにその全裸二人で突撃して取り押さえられるっていうシーンがあって、もう本当にマジのただの迷惑野郎なんで、そこがまずすごいところです。で、他にはブルーノっていう映画もあってね、この映画では、オーストラリア人でゲイのファッションレポーターというキャラクターになりすまして、それらの、まあ、その後はまあなんかこうやっぱ有名になりすぎちゃって、サシャバロン公演自体が、それでやっぱりそのドキュメンタリーコントっていうのがね、なんかできなくなっちゃってね、バレちゃうから、それでもう普通の、ね、俳優活動なんかねしてたみたいで、先日もシカゴ裁判とかね出てましたけども、シカゴ裁判だったかな、そんな感じだったんですけども、まさかの2020年にこのボラッドが復活ということでそして今回のボラッドでは、まあそういう、まあバレちゃうということもあってなんでしょうか、ボラッドがメインではなく、娘のトゥーターがメインになってるんですよ。カザフスタンで、檻の中で育てられた、野人のような15歳の娘トゥーターを使って、ペンス副大統領に彼に娘を貢ごうじゃないかということで、そのアメリカで、まあ、いろんなところに行ってね、そのプリティウーマンみたいにちょっと変身させて、髪をブロンドにしたりとかして、それでそのペンス副大統領が演説してる場所に行って、それで本当に娘を担いで、みんなから袋叩きにされるっていうシーンがあってねこことかね本当にねひどくてね、まずここのそのやってるところがやっぱ保守派だから、その彼らにバレないようにね潜入するにはどうしたらいいか、そう考えたボラッドは、KKK の白人至上主義団体の格好をして潜入するっていういや本当とんでもない潜入の仕方をねしてね、本当もう口があんぐりしてた人もいましたから、そんな感じのものがねあってね。そして今回のボラッドでね、まあ一番とんでもないシーンだったのが、トランプの、顧問弁護士であるルディ・ジュリアーニをターゲットに、彼をホテルで呼び出し、最初はまあそのレポーターとしてトゥーターがいろいろと質疑応答してるんですけども、その後別室のベッドがあるところに移動して、
それでこう上着を脱がしていくという、まあ、エロトラップですよね。もうとんでもないですよ。もう俺正直これ見た時本当にやってんのかって思ったもん。こんなシーンを、ね、なんかこう、ま、モノマネというかさ似てる人を使ってんじゃないかなと思ったけど、本物のねルディ・ジュリアーニでびっくりですよ。もうこんなことだって弁護士ですよ。そんな許されんのかってね。まあこのシーンもいろいろと問題になってるっぽいですけども。これは本当すごかったですね。という感じでね、今回のボラットもね、非常にね、面白かったんですけども、まあでもやはり前作ほどの過激さはなかったですね。あんまりそういうおちんちんとかもね、出てこなかったしね。やっぱりその、過激さよりかはやはり、そのサシャバロン公演の政治的思想がちょっと見えちゃってるなと。もういろいろとね、突撃してる団体もね、まあどこに突撃してるかも、まあちょっとやっぱりこう偏りがあるというかね。そういう部分では結構残念だったかなと。あ、でもそれ以上にね、俺はね、今回一応娘のトゥーターがね、まあ、下の毛を見せたり、まあ、ちょっと血まみれのパンツ姿を見せたりとか、ま、してた。まあ、これも本当ひどかったけど、でもね、俺はね、もう、全裸で笑いを取るっていうシーンもあってもよかったかなって思う。まあ、やっぱりさ、今時、もうその女性コメディアンっていうのが、もう世界的にも台頭してきてるじゃない？日本とかでもね。だから、もう女性の体も笑っていいんだっていうようなシーンをサシャバロン公演の映画だったらできると思うのよ。他は無理だと思うよ。普通は無理だよ。それはもうほんとめちゃくちゃ叩かれるしね。でもサシャバロン公演だったらもうその女性の体をね、そうエロとかじゃなくて本当爆笑させるシーンにねできる気もするんでね。だからそういう部分もあってもよかったかなっていうので。ちょっと残念でした。という感じでしたけども、いかがだったでしょうか。まあね、やっぱりね、本当に面白かったけどね。これさ、2020年に作られた映画なわけじゃん。2020年の映画だと思ってみると、アメリカ人って本当にマスクしないのね。マジでずーっとさ、マスクしてる人出てこなかったよね。まあ、最後になんかトゥータを世話してくれたおばちゃんがちょっとしてたけど、それ以外さ、なんかこう、いろんな、なんか集会とか行って本当にしてないもんね。いや、そりゃね、増えるよ。感染者。ほんとひどかったし、あと、まあ、最後にあるオチがあるじゃないですか。で、そのオチの時に仮面を出演した、あのハリウッドスター。いや確かにあんたもかかってたけどさっていう。あれはすごかったね。もうシャレのわかるハリウッドスターだね彼は。あと最後にその花嫁を売るのはね良くないので、花婿を売りますっつって、その花婿を売る宛先の宛先に書かれたハリウッドスターの名前あれとかひどくてね、やっぱりね、あの人一生言われるんだろうね、あれね。復帰できんのかな、この業界に。無理だな。無理かな、無理だろうね。いやいや、でもね、なかなか面白かったですよ。まあでもやっぱ、ボラットがね、もうちょっと、メインで、ね、出てきて欲しかったなっていうのはあるけど、やっぱ無理なのかな、もう、ボラットというか、サシャバロン公演が、ああいう感じで出てくるのは。まあ残念か。まあ残念だな。続編あんのかな。14年ぶりだからね今回。もう15年後にもしかしたらあるかもしれないね。まあそんな感じで本当に面白かったですね。もうぜひともAmazon プライム現在配信中なので見てください。ということで今回の動画これ以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。